酒屋高塚古墳は、広島県三好市西酒屋町にある古墳。形状は、ホタテ形古墳。広島県指定史跡に指定されている。広島県北部、三次盆地南園の丘陵線端部に、築造された大型ホタテ形古墳である。これまでに、墳丘は大きく作兵を受け、1941年には、洞窟にあっているほか、1982年に、 発掘調査が実施されている。噴景は前方部が単小なホタテ貝型の前方五円形で方形部を正方に向ける。円球部の噴球は二段蓄積。噴球表面では、鉢巻き状の吹き石のほか、円筒埴輪が認められるが、特に埴輪の表面に、木々地方特有の大厚技法が認められる点で特色を示す。主体部の埋葬施設は、 研究部における縦穴式石室2機で、石室構造にはトライ系要素が指摘される。第1号主体は1941年の洞窟の際に大きく破壊を受けているが、その際にガブン体新獣橋、鉄製品などの副装品が出土しており、第2号主体では調査の際に、鉄製品や曲が玉、ガラス小玉などが出土している。副装品のうちでは、 全国で二十数面の出土例がある、我文体新獣鏡、トライ系要素を持つ鉄釘が特に注目される。この酒屋高塚古墳は古墳時代中期の五世紀後半頃の築造と推定される。広島県にはホタテ貝形古墳が多く、特に三次地域はその集中的な分布地域として知られており、紀内山王県との関係性を考察する上で注目される。 特に本古墳の場合には、画文体新住居、石室、埴輪にそれぞれ機内山東県、朝鮮半島、木備地方との交流が示唆されており、当時の様相を考察する上で重要視される古墳になる。古墳域は1982年に広島県指定史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り、第二号主体出土品主体部の埋葬施設として、円球部において、 縦穴式石室2基が構築されている。それぞれの詳細は次の通り。以上の石室2基には、石材、粘土の使い方の点でトライ系要素が指摘される。また鉄釘は木管を止めるものであるが、カスガイと同様に元は日本列島にはなく、朝鮮半島に系風を追う資料とされる。ありがとうございます。